倉敷という町は皆様古い町並みを連想されると思うんですが、まさに温子自身を実践して生き続けている町だと思っております。立地としても素晴らしい場所をお預かりさせていただいております。で、倉敷に来られた方が何よりやっぱりゆっくりお過ごしいただけ、旅の疲れを癒し、地域の香りを嗅いでいただけるような、そんな施設を目指しております。倉敷ローカルダイニングエクスペリエンスと申しまして、1泊目は私ども旅館倉敷でご夕食をご提供し、2泊目以降は地域を代表するレストランさんの方でお楽しみいただくという食の連携のプロジェクトでございます。浜吉さんはもういつお邪魔してもお客様の活気のあふれる倉敷でも名店中の名店です。で、地酒とあと郷土料理に大変こだわっておられて、そちらが一緒に楽しめるお店としてもおすすめです。一恵さんは地元出身の大将が京都で修行なさって帰ってお見えになってオープンされた店なんですけども、なんといっても本当に小さく、限られたお客様を丁寧に大将自らがもてなされ、出来たての日本料理を食べさせてもらえるというのは、もう本当に小さな宝石のような場所だと思います。島江さんはもう倉敷では誰もが知る名店でございます。その屋号を継がれた6代目の慎太郎シェフが奥倉敷という島江の所在する本当風情のあふれる静かな美観地区のエリアでレストランを始められました。そしてそのレストランが今本当に探求心のあるシェフの思い、そして地元の素材への愛情熱意でもうたくさんのお客様を虜にしておられます。私も大ファンです。蓮天寺さんはまさにこのプロジェクトよりも先駆けて連泊されるお客様ですね、訪れていただくお店だったと思います。倉敷で一番古いイタリアンレストランとしても知られておられるんですが、何より本当に美味しいお料理を温かい空間の中で、オーナーシェフのお人柄もあふれるそういった空間の中で召し上がっていただけることに癒される思いのするおすすめのお店です。ホールの柳永大将は倉敷ご出身なんですけども、各所で修行を重ねて東京でもお店を経営しておられました。満を持して倉敷に戻ってこられて、特に器と地元の食材と生かしきったお料理とのバランス、また酒との組み合わせなどいろいろな箇所の工夫や発想に私ども も大変勉強させていただいておるお店です。久保さんは2022年の夏にオープンされたばかりなんですが、すでに大人気のお店です。スタッフの方は民芸に習い、そしてお客様は民芸に親しめ楽しめるお店をとコンセプトに、本当に可愛らしい器使いで目を楽しませてくれます。今回のレストランさん、実は当日のご予約などは大変難しい地元での人気店です。で、旅を計画していただくときにご予約をいただくことで、人気のレストランさんと私どもと一緒に楽しんでいただくことができるということも魅力ではないかなと思っております。古い町並みと古いこう日本の暮らしに触れることができる、でそこを体感して滞在していただくことができるというのが、やはり美観地区の中心でその歴史的建造物群の屋敷に泊まっていただく一番の楽しみではないかなと自負しております。今一番届けたいものを届ける、季節で一番いいものを知っているシェフが一番の調理方法でお客様にお届けする、今という瞬間を大切に表現するということをとても私たち目指して、また倉敷の人気の秘密はそこではないのかなと考えております。